日本神奈川県横浜市神奈川区神奈川神奈川は神奈川県横浜市神奈川区の町名。現行行政地名は神奈川1丁目及び神奈川2丁目。住居表示は未実施である。神奈川区中南部に位置し、北西は神奈川本町、南は滝の川を挟み栄町、東は入江川を挟み星野町に接する。海に近い南東側が1丁目。 内陸寄りの北西側が2丁目となり、2丁目には国道15号と、その上に首都高速神奈川1号横羽線の高架橋が通る。国道沿いには神奈川警察署がある。1丁目南東部を貨物専用の JR 高島線が通り、東高島駅の一部が町域にかかる。線路沿いには1860年に完成した神奈川台場の跡が残る。 この付近はかつては、漁師町であり、伏見大漁稲荷神社がある。京急電鉄には、神奈川の名を冠した神奈川駅があるが、所在地は、青木町となる。町内には、旅客営業をしている鉄道はなく、近隣の京急電鉄神奈川駅及び、京急東神奈川駅、JR 京浜東北線、横浜線東神奈川駅が、最寄りとなる。神奈川警察署前は指定には、 横浜駅と生麦とを結ぶ横浜市営バスが運行されているが本数は少ない。面積は以下の通りである。2021年7月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。 2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。町内の警察の管轄区域は以下の通りである。ありがとうございます。